どうも、毎度お騒がせしております。本を読んだら最高の景色、福沢です。今回は、せーの、対極円通図から半若信経と理志教を理解して、究極の健康を手に入れたい、です。参考にさせていただくのがまんまなんですけど、こちら。田中稔先生が書かれた、対極円通図から理解する半若信経と理志教、究極の健康への道しるべ、です。 で、この本すごいんですよ。何がすごいかというと、まず、この本を書かれた先生が本当にすごいんです。田中緑先生は現役のお医者さんなんですけど、東洋医学の研究にも精通しているんです。皆さん、東洋医学って言われても、いまいちピンとこないですよね。具体的には、師匠五教や密教、古神道、こと玉、数玉を取り入れた、独自のスーパー医療哲学を確立しているんです。 日本中探しても唯一無二の存在ではないでしょうか。その先生が長年の研究結果をまとめた究極の健康を手に入れられる渾身の一冊が本書団です、えー。この本の前書きにも書かれていますが、先生は医療と宗教は本来同根である。宗教と分離した形の 近代西洋医学こそが最も進歩した医学なのだという思い込みが理解を妨げているとおっしゃっています。うーん、まだ難しくて理解できないですが、この本を読んでいけばきっとわかると思いますので、一緒に読んでいきましょうまず、目次をご紹介していきます。はじめに、第1章、半若心経の解説1、エズ対極円通図編。 第二章般若心経の解説二天神相応対極円通図対極図説法円図法円相関編。第三章般若心経の解説三四和算経典礼拝文八少年編。第四章般若心経の解説四和歌歌い和洋ポップス賛美歌編。第五章。 医師学を踏まえた医療哲学宗教を含むと医療の恩子送信第6章神法三章と祈り祭祀の関係の医学的解明第7章物質と心の生成原理と理主教般若波羅三田理主本終わりにまず第1章では般若心経の理解にはデジタルな言葉だけではなかなか難しいところがあります まずは、エズと対極円通図というアナログを中心に据え、そこにデジタルな言葉を加えて、般若心経の解説をしたいと思います。という一文から始まって、ギャーテーギャーテーハーラーギャーテーハーラーソーギャーテーボージーソーワーカーは、これ単独で呪文として繰り返し唱えられることはむしろほとんどなく、 多くの場合、ごま行や滝行の時などに、般若心行全体を反復するという形が多いように思います。ほー。実際問題として日常では、南無阿弥陀仏や南妙法蓮華経、ありがとうございますなど、シンプルな呪文の方がリズミカルで反復実行しやすいと思います。という一文で終わっています。うわー、すごいですよね。つまり、 通常、般若信経というものだけでも一冊解説するような本がある中で、この本ではさらに奥に進もうということで、第一章ですでに般若信経の解説から代替的用途として、ありがとうございますの反復でもいいのではないかというふうにまとめられています。おお、ここだけでも一読の価値ありですね。さあ、次行きましょう。はい、第二章、来ました。 複雑的にはここが一番今回説明しておきたいところなんです。ここさえ捉えられれば、あとは今回の難しい本も一気に難易度下がります。第2章では4つのブロックに分かれています。第1節、天神総合対極円通図。第2節、対極図説。第3節、方円図。第4節、方円の相関。 すごいですね。の以外全部漢字ですね。でも、じっくり解説していきますので、安心してください。第一節では、天人総合対極円通図は、東洋医学の天人総合の思想が日常生活に具体的に活用できるように、アナログ絵図である対極円通図にデジタル言語を添えて作成したもので、円通医療のエッセンスであり、シンボルですから始まります。 ここではまず、生命の本質を表すということについて書かれています。天人総合対極円通図は、宇宙大自然のミクロからマクロに至る万物万象の姿、形、動きを示すだけでなく、健康と病の本質、霊、心、体の本質をも表します。さらに、宇宙大自然のミクロからマクロに至る万物万象を抗議の生命とすると、 この図は生命の本質を表すものでもあると言っています。つまり、この図を見れば人間と宇宙大自然が本来一体で円通するものであることがわかるのです。さらに田中先生はこうまとめています。自我が関与する心が漢字材で円通し、人の性に由来する消化のエネルギーが充実して消化できれば、霊、心、体と社会の健康が実現できます。 そして、漢字材には般若心業が、人の性の充実と昇華に理子教が関係するのです。と。次に、訓歌と昇華です。先ほど昇華、出てきましたね。このあたりについて詰めていきましょう。まず、訓歌は五蔵六腑のうちで頭部に位置する真の像の真、意識、心活動の働きを司り、これが失われることが失神というそうです。 わ、これ知ってました結構、失神って当たり前の言葉ですけど、意外と知らない人多いですよね。これだけでも勉強になりましたね。この本、さすがです。そしてこの図を見てください。液化では上下の陽化が中央の陰カを挟む形の理化に相当します。理化を縦にすると、火の字になります。心は東洋医学では君主の漢とされており、その火を 君家というそうなんです。さらに、商家は聖火丹田の赤い火で、人の性の働き、勢力を司り、これが消耗するのが、勢力減退のことなんです。まだまだ行きます液化では、上下の陰化が中央の陽化を挟む、寒化に相当します。寒化は縦にすると、水の字になります。人は、真の字が含まれているように、 心が君主の像であるのに対して、進化の像になるので、その日を昇華というのです。天皇という君主に対して、進化を代表する総理大臣のことを首相というのと同じで、進化の日を昇華と言っています。どうですか、皆さん。なんとなく、この気高い山が少しずつ小さくなり始めてきたのではないでしょうか。 余談ですが、駅の発火理論では、理、い、かで、理火は五行では火に配当され、それが君下という火に当たるのはわかりやすいのですが、寒・い、水で、寒下は五行では水に配当されるのに、消火という火が存在するのはわかりにくいかもしれません。でも、実はその水の中に火があるのです。寒下の中央の陽下のことで、これが消火です。逆に、 理科の中央のインカは水で、火の中にも水があるのです。同じ火ですが、役割分担的には、進化は明るさ、消化は熱エネルギーと考えて良いと思います。車のエンジンで言えば、進化はニュートラルな状態、消化はアクセルで吹かす状態とも言えます。うーん。この本は本当に深くていい本なだけに、どこもかしこも解説したいところではあるんですけれども、時間の兼ね合いもありますので、 そろそろ全体の方の説明に向かっていきたいと思います。ただ、ここのポイントで、生、気、心の関係と精神について、個人的にも面白いポイントなので、ここだけは説明して、全体の流れに戻りたいと思います。東洋医学では、人の生、青い米で木の土台が充実すると、火の働き、火の木が充実すると、心の心が充実するという、 人生、比企、新人、生、気、真の関係があります。火の癒しいは、天に対して下にある土のことで、西洋医学的には、い、た、イコール、土と肉付き、や、腸、水臓等の消化器系のことです。万物は土に帰って消え、その土から万物が化成するわけで、同様に飲食を消化して、後天の元気を生み出すのが、 火の働きなのです。西洋医学の秘蔵とは異なるものです。火の光天の元気に対して、人の性は先天の元気で先天的なものですが、光天の元気によって補われるという一面もあります。この人の性をもとに心の心が働くので、それを精神と呼ぶのです。精力の減退によって、心の働きも衰えて、地の働きが低下すると、病だれプラス地イコール地、 で、地方、つまり認知症になるのです。この性を充実、消化するのに役立つのが、第7章で取り上げる理子教なんですね。第2章、まだまだ続きます。大変心苦しいですが、続きは電子書籍で読んでみてください。では、第3章以降に行きますが、ここからは全体の概要だけになりますが、ご勘弁ください。第3章と第4章では、 1> 第1章、第2章とは違う切り口で般若心経が解説されています。第5章では京都府医師会の機関誌に掲載された論文が書かれており、謎の増夫とされている6造目の神報と6部目の参照が取り上げられています。第6章では神報参照の認識が今後宗教と医療を結びつける上で重要な役割を果たす可能性を説いています。 第7章では、物質と心の生成原理と理主教について述べています。理主教は、性の肯定を前提とするため、誤解を招きかねない教典でしたが、本書では、1、性は生の心であり、心の源である。2、大切な命を生み出す性は、ある意味で命以上に大切で、性なるもの。3、性を性なるものとして祀る自社が国内外に存在する、などなど、 既存の解説書にはない独自の視点から理事教を解説しています。これがたった一冊の本でまとめられているのってすごくないですかなかなかないんじゃないかなと思います。もしもっと深く知りたいぞ。僕は、私は対極円通図から般若心経と理事教を理解して究極の健康を手に入れたいと、この動画を見て思っていただけた方はぜひ概要欄よりアマゾンに飛んでいただいて 電子書籍オンデマンドで読んでみてください。必ずや福沢もまだまだ甘い。円通はもっと深いという気づきが得られるんじゃないかと思います。そういった気づきなどがありましたら、ぜひコメント欄より教えてください。最新の動画を見逃さないためにも、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願い申し上げます。みんなで最高の景色を一緒に作ろう 本を読んだら最高の景色。福沢でした。お騒がせしました。